サーリです。乾杯。イエイ。はい、今日もビルダーズやっていきたいと思います。今日はね、仲間にしたいモンスターがいます。はぐれメタルです。はい、ハグリン私大好きなんですけどね、あいつなかなか仲間になってくれなくてさ、そしてさ、倒すの大変じゃないですか。めっちゃ逃げ回るし、全然ダメージ食らわんしさ。で、ちょっとね、攻略本をまた読んでたんですけど、ちょっとね、毒針っていうアイテムが載ってたんですよ。へえと思って。毒針といえばさ、急所ついたりさ、絶対位置はダメージ与えるからメタル系に持ってこいのアイテムじゃないですか。メタル系をね、倒すときはね、毒針を装備させてっていうのがドラクエの定石の戦いやと思うんですけれども、毒針ないねんけどってなってモンゾーラに来ております。最近よくモンゾーラに来てる気がするんですけど、ちょっとモンゾーラやり残し多ない。毒イモムシっていうのを倒さないと毒針のレシピが手に入らなかったんですよ。そういえば見覚えがありますね、毒イモムシ。多分ね、教会の下にいたような気がするんですよ。このハーゴン教会のなんか下らへんにウニウニっていたような気がするんですよ。まあ、こいつ絶対強いからお子さん用にしようって言って避けてた気がする、モンゾーラ時代だから。結局倒さないまま、はい、ここまでやってきてしまいましたので、倒しましょう毒イモムシ。どこやったかな、こっちから登ってきたのか、確かそうでしたよね。あ、いました、こいつですね、こいつよ、毒イモムシ。まあなんかね、もうね、余裕で倒せると思うので、はい、強いモンスターが現れたらしいですが、まあね、シドウくんと二人でね、余裕できっと倒せます。毒だけに注意して、別に注意しなくても倒せるか。あ、もうなんかもう虫の息倒した。はい、ひらめいたひらめいた、オッケー、毒針、イエーイ、オッケー、ひらめきましたね。じゃあもうモンゾーラに用はないので、とっとと帰りましょう。帰ろう帰ろう。よいしょ、じゃあ空っぽ島に帰ってきましたよ。毒針を作りましょう。でもね、私思うんですけど、今のね、このハカブサの剣、まあ一番強い武器なんですけど、2回連続攻撃できるんですよ。まあ手数が多いんですよ。だからね、結構これもメタル系に有効な気がしてるんですよね。まあね、素材島なので今から行く場所は、いろいろ戦えるね、仲間を連れていけるじゃないですか、毒針だから、シドウくんはきっと装備できないので、あ、即死させることがあるって書いてある、 RPG と全く同じ感じの効果を持つアイテムなんだと思います、これは。はい、じゃあ2つ作る、やっぱ私も毒針の方がいいか、3つ作ろう。そしてシドウくん以外は毒針装備でいけばいいのかな、誰連れてこっかな。戦える人々ですよね。じゃあもうガチ勢でいきますか。ガチ勢っていうかあれなんですけど、アネッサさんとゼセルちゃんで行きましょうか、ガチ戦いメンバーで。よいしょ、じゃあ暗いので寝ましたので朝になりましたが、よいしょ、私は今毒針を装備してますね。あと2個あるので、よいしょ、ゼセルちゃんにも毒針を装備させたいけど、さ、できないのかな、装備できなそうですね。え、みんな無理なんかな、自分しか装備できひんのかな、毒針無理ですね、できひんわ装備、マジか、装備できる人はいないのか。まあ確かに普通のドラクエって魔導士系が装備できますよね。じゃあさ、魔法使い系の人、まあ、ミトさんとかどう、ちょっとミトさん来てもらおうか、ミトさんとかホッホさんとかいけそうな気がすんねんけどな。装備できません、できひんな、装備って出ないですね、そっか、できないのか、そうなのか、ミトさん無理やった、ホッホさんも無理やんな、無理やんな、武器のマーク出てないもんな、そもそも装備できませんって。シドウくんももちろん無理ですよね、無理ですよね、そっか、じゃあはやぶさの剣で手数を増やしておいてもらいましょうか、他の人たちには。じゃあネッサさん、はい、ゼセルちゃんははやぶさの剣を装備しております、 OK。 じゃ
じゃあアネッサさんにはこのハカブサの剣を装備していただきましょうか。最強のね、はい、じゃあアネッサさん最強剣装備してください。はい、オッケー。これでテセルちゃんとアネッサさんはハヤブサの剣でパパパパって、うん、めっちゃ手数いっぱい戦っていただいて、ほんで私は毒針で急所を狙いに行くと。はい、そんな感じの作戦でいきましょう。まあ、シドウ君はね、いつも通り暴れてくれるのでね。で、あ、私、魔物の餌、持った？あ、持ってるね。魔物の餌、大事大事。よし、持った。じゃあ、チャポチャポ島に、はぐれメタルがいますので、チャポチャポ島に行きましょう。はい、やってきました。チャポチャポ島です。さあ、何回ぐらいで仲間になってくれるかな？一回じゃ無理やろうなと思ってるんですよね。いや、素材島のね、あの、はぐれメタルは強敵の方ですから、あの、強いモンスターの設定になってるんで、一回倒しちゃうと、空っぽ島に一回帰んないとね、現れてくれないので、これはね、一回で倒し、なんか一回で仲間にしたいところなんですけど、一回じゃ無理やろうな。多分ね、今までにはぐれメタルは3回ぐらい倒したことあると思うんですよね。やけど、3回倒した、あ、いきなりいるやん。あっ、これ結構ラッキーじゃない？いきなりいる。そう、はぐれメタルは3回ぐらい倒したけど、まだ1回も仲間になってないんですよ。そして攻略本に載ってる、あの、はぐれメタル攻略法なんですけど、なんか2マス以上のブロックで囲んでやれば逃げないって書いてて。でもさ、そんなこと可能なんかな？まあ、ちょっと、囲いながら毒針で急所攻撃をしていきましょうか。じゃあ土を持っときましょう。土で、囲ってやればいいのか。今はまだ気づかれてないから、ちょっと囲ってみます。あ、やめて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 、まだ気づかれてないから、まだバレてないから。こうやって囲うのね。こうやってね。まだ気づいてないよね。まだ寝てるのかな。2マス分で囲うとドキドキするな、なんか。あー、あ、え、あかんやん。2マスじゃ、2マスじゃあかんねんけど。ちょっと、あ、でもさ、食らっているよ。あれ、ちょっと待って、なんかさ、今さ、なんか普通にさ1以上食らってなかった？なんでやろう。誰やろ、誰の攻撃が。え、めっちゃ食らってた普通に。なんかさ、はぐれメタルとかメタル系って1以上食らわなかった気がするんですけど。マジか。まあレベルが上がりました。そして、はい、え、何かひらめいたよ。レベル40になったからか。なになに、オーガの盾。へえ、とても頑丈な盾やって。やった、ひらめいた。なんか、あ、けど仲間にはならなかったね。はぐめたスープが落ちているわ。え、なんかすっごいあっさり倒せてびっくりしてるんやけど。なんかね、もっとめっちゃ逃げ惑ってさ、1ずつしか食らわんかったやん。誰の攻撃が今めっちゃ食らってたんやろう。まあでも仲間にならなかったので、はい、帰りましょう。なんかね、1111とかってめっちゃ頑張って倒さないと倒せなかったイメージなんですけどね。まあいいや、ちょっと何回か戦ってね、うん、検証しつつ、てか仲間に早くなってほしい。よっしゃ、もうどんどん行きますね。よいしょ、チャポチャポ島です。はいはい、2回目。この、まあ、2回目で仲間にできれば結構運がいいと思うんですね。まあまあ、トータルで今4匹ぐらいは倒してるんですけどね。どれくらいの確率で仲間になるのかな。さあ、まあね、見つけるところもね、運要素ありますからね。めっちゃ遠いところにいたら見つからへんし。あ、キメラ連れてくるべきかな、これ。ねえ、今度からキメラ連れてこよう。戦闘人数を増やすのもいいけど、なんか結構あっさり倒せたから、キメラを連れてきた方がいいかもしれないね。さあ、どこにいるかな、近くにいた。あ、いるいるいる。近くにいた。やったー、嬉しい。見っけた見っけた。もうね、カカオ作戦はやめましょう。あっさり倒せましたからね。
まあ最初だけちょっと後ろから近づ、バレた。さあどうだ、誰やろうな。誰かがねめっちゃ食らってたんですよさっき。あれ今度は1しか食らわないな。なんかあれか、隣に魔物がいただけかな。さっきもあのさ、隣の魔物がさいっぱい食らってたから、あいっぱい食らってるなって思っただけかもしれないね。あー水の中厄介やね、やめてやめて。あやっぱり厄介やわ倒すの。さっきたまたまあっさり倒せただけなんかも。誰かに会心の打ち撃が出たとかさ。ちょっとそれ以上行かないで。あん、いちいち、あれ、まあでも言うてあっさり倒せますね。あー2回目もダメでした。はぐめたスープが何個集まるやろうね。でみんな強いな、ほんで。はい、ダメでした。サクサクいきましょう。よっしゃ、ではちょっと一旦キメラに変えましょう。ゼセルちゃんをキメラに。キメラどこやったっけな。痛いた。よいしょ、最初はね登るからね、絶対キメラに変えました。はい、3回目、仲間になってほしい。はい、3回目です。あー今度は結構、今度こそ仲間にしたい感が出てきたぞ。ちょっとね、空っぽ島との行き来がすごく面倒なのでね、できれば早く仲間にしたいんですよ。よいしょ。さあ近くにいるといいんですが、さっきみたいに見えるとこにはいないね。 OK。 さあいるかな、いませんか。今度はなかなか見つかるのも時間がかかりそうかな。見つけるの時間かかってさ仲間にならんかったら結構ショックやんな。すごい運が良かったのか、さっき2回はめっちゃすぐ見つかりましたもんね。そして草原広いな今回。すごいな、こんな感じのさ開拓島であったらすっごい作りやすそうやな。めっちゃ草原広いやん。めっちゃいい感じの島ですね今回。早く見つけたいが、こっからがチャポチャポゾーンかな。見つからへん。あー悔しいぞ、早く見つけたいんですけど。さっきの草原広いゾーンのどっかにいんのかな。あー違うのいるな、これじゃないんですよね私が求めてる強敵モンスター。あれ、あいつに見つかっただけやんな。そうやんな、あー違うんですよね。待って、めっちゃ広いねんけど。ちょっとやめて、そういうの早く見つけたいんですけど、おらんねんけど。ちょっと今回で仲間にしたいところやな、したいところではあるけど結構時間かかるかな。まあせっかくやから豆とかも取って帰ろう。はぐれメタル見ませんでした、はぐれメタル見ませんでした、誰かねえねえ、ウサギよ、はぐれメタル見てないよね。はぐメタさん、はぐメタさん、やーい、広い、すげえ、すごい。なんやろ、線路でできてる、線路でできてるな家が。これだけ読んでいく、レールターミナル、なるほど、まんまですね。草原ほとんど行きましたし、いないいないいないです。ちょっと一旦リセットするか、ちょっとこれ見落としてるなきっと。リセットします。はあ見つからねえ、見つからんかった。次は3回目は見つからないっていう、まさかの見つからなくてリセットするっていうね。悔しいな。次はすんなり見つかりますように。はい、そして仲間になってくれますように。はい、4度目です。あーん、3回以内で仲間になるっていう予定やったんやけど、まあ予定もクソもないか。
さーてと次は近くにいるといいんですけど。うわーまた変な形してるな今回の不買島。嫌やなー、見つかってほしいな、すぐ。よいしょ。あー水嫌や、水嫌。はい、もうすぐそこにいません？見当たらないですよね。探しますか。ハーグメーターやーい。ハーグメーターメッタメッタ。あーこれは次はさ、人員をさらにカットしてキラーパンサー連れてきてもいいかも。てかキメラよりキラーパンサーやな。もう次のこと考え出したけど今回で仲間にしたいんですよ、気持ちは。ただ見つからないんですよね。はぐれメタルさん、いません？いませんかね。仲間になってくれるはぐれメタルさんを募集してますけれども、どっかにいませんか？見つからないね、そもそも。1回目と2回目が運が良かったのね、きっと。たまたますぐ見つかったのは。うわーこれどうなってんねやろうな、ザバーンって。なんか今回はぐれメタルどころかさ、強いモンスター1匹も見つかってないぞ見つかってないんですけど。いやーこれすごいですよね、これ。こういうの作りたいわ。どうやったら作れるんやろ、こんな。いませんけど。いませんね。おらんな。あかんわ。いない。ちょっと。リセットしましょう。次はキラーパンサー連れてきましょう。そうしましょう。はい。ああ、また帰ってきてしまった。しかも見つけられなかった。まあ早々と諦めたんですけど。じゃあちょっとね、ベビーパンサーくんを連れていきましょう、今回は。はい、チャポチャポジ。5回目を。すぐ見つかりますように。そして仲間になってくれますように。5回目、来ました。はい、チャポチャポ島。5度目のチャポチャポ島、本日。はい。よいしょ。はぐれメタルはね、平原にいるはずなのでね、まあ草原的なところですよ。はい、今回こそなんとかしましょう。でベビーパンサーに乗って2段階ジャンプしてサクサクと探していくと。見た感じ今んとこいませんね。見つけよう。やっぱり早いな、ベビーパンサーせやな、さっきからねベビーパンサーを連れてくるべきでしたね、最初から。よし、今度はちゃんと見つけましょう。諦めずに見つけましょう、今度は。ベビーパンサーもいることですし、平原の、お、すごいなこれ。はあ、へえ。そして全部いるやん、全種類いますやん。子供と、あ、子供のさ、女の子の子供もいるやん。子供、え、4人もいるやん、すごい。こんなにいることあるんや。シスターもいるし、老人も、え、シスター、え、5人いるねんけど、すげえ。5人いるの私初めて見たかも。シスター、あ、老人じゃなくてこれシスターか。男のシスターなのか。オーデン、あ、間違えた。え、あ、いやいやえ、全然全然、そんなつもりなかった。早押ししてしまったよ。オーデンは老人、職業シスター。いらん。いや、ちょっと女の子にも喋りかけてみようかな。はい、メイリちゃん。へえ、探検してるんや。あたちも一緒に連れて行ってよ。
どっちかというとさ、メイリちゃんかな。メイリちゃん連れて帰ろうか、じゃあ。ちょっと、そういうことしてる場合じゃないんですよ、私は。目的があるんですってば。ちょっと、ちゃう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 、ちゃうねんちゃうねん、ちゃうねんって。5人もいるの珍しいなと思ってて、見てただけなんですって、私。よいしょ。今ここちょっと呼んでいこうか。ちゃう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 。いいえ。はい。飯はまだかのってボケてますやん、ちょっと。あなたを乗せてどこまでも。ロマンチック。ロマンチックなビルダー100系でした。あ、これお月様をかたどってるのかな？きっとそうですよね。よし。まあ、それはいいんですが、私はハグメタを探してるんですよ。仲間になってくれるであろう、ハグリンを。ハグリン、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 ハグリン。唱えてたら、現れてくれる。なおかつ、仲間になってくれるであろう。ハグリン、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 ハグリン。ハグリン、ハグリン。おらんぞ。ハグレメータル。ハグレメータル。羊かわいい。羊かわいいな。うん、諦めずに探してるけど見つからへん。見つからへんぞ。あー、いたー。あー、いたー。めっちゃ探した。ちょっと見てこれ。ほぼや、なんかほぼ行き尽くしたんやけど、もう超時間かかったんですけど、もう絶対仲間にしよう。えい、逃げないで。よいしょ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 、ほいほい。待って待って、仲間になって、仲間になって、お願いお願い、仲間になって。待って待って待って、よいしょ。はい、レベルがレベルが上がりましたけど、仲間になる？なる？消えちゃったー。ハグメタスープが3つ目。なかなか仲間になってくんないねー。あかーん。5回目でも無理でした。しかもなんか謎の子供を仲間にしてしまった。いい加減な可愛いなって、そして早く見つかってくれたらいいな。探すのが大変になってきたよ。6回目でございます。疲れてきてんけど、ちょっと息気がね、めんどくさいんですよね。はあ、仲間になってくれますように。いたーいたー。あー、もう今回も結構探しましたよ。あー、もう大変でしたよ。もう頑張って、じゃあ倒して仲間になってください。よいしょ。待って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 、逃げないで。えい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 、1ずつ食らってますね、確実にね。毒針すごい。待って待って、ハグリン、仲間になって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 。ハグメタ落としたな、今。あー、ならへん。ならへん。ハグメタスープが溜まるばかり。6回目、失敗。7回目です。疲れてきてます。ちょっと、頭がぼやぼやしてきた。あーあー。見つかってほしいよ。仲間になってくれるかな、次は。ね、さすがにね。そろそろ仲間になってくれてもええん違う？いったー、いたよー。7回目、今度こそー。
いえい、あ待て待て待て、ハグリン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 、あ倒した倒した倒した、ハグメタスープハグメタスープゲットしたくなかった、あー全然仲間ならへんね、ならへんわ、刺されと低いんかな、やっぱりはぐれメタルって。はい、ちょっとだけ休憩しました。8回目いきましょう。8回目もうね、顔も疲れてますよね、このように目があかんくなってきた、目が疲れている。はい、やっぱりキメラ連れてきました今回。もう、シドウくんと二人で戦いは専念しよう。おいでさ、キメラで飛んでさ、平原をさ、マントで飛べばさ、いいんじゃないかなと思ったんですけど、まあそんなんする前に見つかるのが一番いいんですけど、ここで降りて、キメラくんに乗って、いっぱい高くまで行って、よいしょー、ほいでこっから、あ、こう、あ、じゃあこう、ほいで強いモンスターが襲ってきたーみたいな、どうかなー、ならへんかなー、よいしょー、平原をマントで空から探しましょう今回は。てて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 どーんつってさ、空から発見できればいいんですけどね。どうかな、こっちの方が楽な気がするな、さっきの。あーやめて、キラーパンサーで探すよりも高くまで飛んでマントでヒューっとね、近づけばさ向こうが見つけてくれんじゃないかなっていう淡い期待。いないか、早く見つけたいよ、仲間になってほしいなこのターンで、毎回言ってますが、よいしょ、広いなこれまた、これまた広いで、草原が広い、いませんか、あ、いたいたいた、いましたいました、こっちの方が早く見つかったかもしれない、よいしょー、いでー、よいしょ、待って待って待って、仲間になってほしいな、本日8回目ですからね、まあ2回、うち2回は諦めましたけど、見つからんくってよいしょ、押した押した、あ、ハグメタ落としてないよな、ハグメタスープ落としてないですよね、落としてない気がする、拾ってないよね、レベル上がりました、そしてうん、そしてそして、あ、来た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 、やったー、渡す、付けました、はぐれメタルがついてくるようになった、めっちゃ苦労したな、嬉しい、ついてきてついてきて、あれついてこないぞ、あ、ついてきた、ついてきたよ、はぐれメタルがついてきてる、おいで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 、よいしょ、はぐめたさんよろしくね、これから、あ、後ろから殴られた、はぐめる、はぐれメタル戦わんのやけど助けてっつって、かわいい怯えてますやん、はぐめたさん怯えてますやん、はぐりんと名付けますね、スラリンとはぐりんとちょっと帰って散歩したいな、やったねー、あー、ついてきてるついてきてる、ヒュー、ふー
嬉しいよ、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいわ。あー、苦労した、苦労した。でもやっぱりさ、探すのはマントで飛んで探すのが一番楽でした。うん、ベビーパンサーでね、うろうろするよりも、キメラで飛んで、このように限界まで飛んで離してすぐマント、これでベーってね、この平原をうろ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 してたら見つかりましたので、うん、それが多分一番楽かな。しかもさ、見つけたらさ、あのボスモンスターの音が鳴るので、見失う、うん、見落とすこともないかと思われます。はい、よっしゃ、オッケー、やったね、帰りましょう。念願のはぐれメタル仲間になった、嬉しい。8回です、8回でね、行けましたね。あ、しかもさ、魔物を連れてこようっていうのがクリアされた。あ、あれか、ホイミスライムのさ、ゾウみたいなやつゲットできるかも。はい、ひらめきましたね、レシピ。あ、これこれ、ホミロンのゾウ、そうそうそう、これかわいいねんよな、ある世界の案内役やったー。そしてハグリンは緑の開拓地に向かったらしい。え、そっちじゃないけど、え、大丈夫迷ってないちゃんとたどり、え、ちょっと待って、なんか私から逃げてません逃げられてるわ、ほらほら、ねえ、そっちじゃないよ離されへんねんけど、あ、離せた、おめでとう。え、なに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 、ビルダーハート100個も落としてんけど、ビルダーハート、え、なんでなんで、なになに今の、なんかはぐれメタルのそういう特性、はぐれメタル、はぐれメタル、あ、いたいたいた、あ、鬼ごっこ、さっきの鬼ごっこやったんかな、1日1回鬼ごっこしよう、近づいたら逃げるよ、捕まえたらご褒美、あ、ご褒美があれか、さっきのビルダーハート100個、え、すごいやん、めっちゃ溜まるやん、じゃあビルダーハートあ、ビルダーハートもね、今すでにめっちゃ溜まってるんですけど、あ、やばいやばい、マックス来る、マックス来る、やばいやん、やったね。ちょっと待って、じゃあ緑の開拓地行ってみようか、よいしょ、緑の開拓地、はい、ここにはぐれメタルが暮らしてるみたいなので、はい、やってきました。ちょっと指導くんたちはちょっとなんかいっぱいメンバー連れてるとね、動きが遅くなるので、ちょっと外しましょう。そしてはぐれメタルを探しましょうかね、どこにいるかな、なんか多分広場とか好きそうですよね、モンスターやから。それかまだたどり着いてない説もあるな。鬼ごっこは1日1回って言ってたから、あ、次の日を待ってもいいのか、もう一回鬼ごっこしたいですよね、どうせならね。はぐれメタルどっかいるかな、これ探すのも大変やな、あの子ちっちゃいからさ、こういうさ広場とかにいそうやねんけどな、メルキドガーデンとかにワンコがいるね、ワンコがいると思ったら誰もいなかったわ、なんか錯覚やわ錯覚が見える、もう目が疲れてさ、さっきのでさ、はぐれメタルをめっちゃ探しまくってたからさ、あ、いた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 、いましたいました、おお、暮らしているよはぐれメタルが暮らしてる、いやなるほど、これで、次の日になったらまた鬼ごっこができるってことですよね。おー、なるほどなるほど。ちょっと、スライムとはぐれメタルをさ、連れてうろうろしたいな。ちょっとスライム系のモンスター私めっちゃ好きなんですよね。スライムどこにいたかな？あ、いたいた。スライムをパーティーに入れて、はぐれメタルもパーティーに入れて、あ、来た来た、おいでおいで、よいしょ、おいでおいで
かわいい。ついてくるついてくる。よいしょ。イエーイ。背が低いからね、二人とも。イエーイ、スライム系を手なずけておりますよ。平べったいな、君は。めちゃくちゃ平べったいですやん。スライム可愛いわ。やっぱスライムは安定の可愛さやな、なんか。ね、くるくる。可愛い。いや、平べったい。ちょっとなんかあんまり可愛くないかも。ちょっと気持ち悪いな、なんなら。もっと可愛かった気がしてんけどな。まあいいや、苦労したな。じゃあちょっと鬼ごっこして終わるか、せっかくやし。さっきみたいにね、追っかけて捕まえたらハートをもらえるみたいなんで、次の日を待ちますか。よし、朝になりました。これで今パーティーに入ってるんですけども、パーティーから外してやって追いかけっこを始められるってことですかね。スライムもとりあえず外して、これでね、1日1回鬼ごっこで書いてますんで、はい、これでパーティーを今外したら逃げるのかな。あ、逃げた。ちょっと追っかけましょう。待って。めっちゃ追っかけっこが唐突に始まったんやけど、ちょっと待って。緑の開拓地捕まえにくいかもな。水林。待って。あー、そっち行くの。あ、オッケー、おめでとうって、やったー。こうやって追っかけっこができるのね、1日1回。楽しいやん。よいしょ。はい、じゃあというわけでね、今日はね、苦労してはぐれメタルのハグリンってまだ名前つけてないんですけど、ハグリンがね、仲間になりました。かわいい。潰れてるわ、べちゃって。あー、苦労した。ふぅ、よかった、仲間になって。はい、まあね、1日1回追っかけっこしたらビルダーハート100個もくれるので、まあね、定期的に追っかけっこして遊びたいなと思っております。はい、今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。